やっぱこの土の子待って待って待って、怖い。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回で解決するんかな。ゆっくり食べていってね。どうなんやろ、これご飯食べたら物語進展するって言ったよね。今レベルは0か。全部割り振っとんか。じゃあ食べますか。気まぐれパスタだ。腕力、知識、推理が一時的に10ずつ上昇。一時的じゃなくてずっと上昇させてくれたらいいのに食べる。食後。なんでやねん。ムカデが死んだ。なんかムカデはあれだな、このすごい画質の悪い状態でもとても気持ち悪いな。足がわかる。少し予想できてたやつだよ。パスタの毒が盛られてたってことかい？いえ、自身の手についてた毒で死亡したようですね。バカじゃないのか。ムカデは鉄格子から毒を抽出する作業に明け暮れていたからな。みんな予想してたの？私全然予想してなかったんだけど。ムカデが手で食べると数十本の手についた毒が直接口の中に流れ込む。ヘビ特化の毒とはいえ、口の中に大量に入ればさすがに耐えられんよ。だけど容疑者が死んだ、謎が残ったままじゃないか。なんなのこれ。そして誰もいなくなったみたいな状態になる。いいや、発想を逆転させたまえ。今のムカデの死で謎が解けたのだよ。ムカデの手に大量の毒がついていたことが立証されたろう。つまり瓶に毒を仕込んだ犯人がムカデだったと証明されたわけだ。殺すことで判別するなんて強引だな。殺すことで判別、これも最先端のテクニックなんですよ。最先端なのか。殺すなよ。対象が人間でさえなければですが。なるほど、人間が対象だったらいかんのやね。ムカデは逮捕しても鉄格子で隔離できないから面倒になる。手の本数も多いから手錠も足りんしな。殺すのが一番の解決策なのだよ。最初からそのつもり？めっちゃ怖いんですけど。警察が市民の前で殺しの正当化を熱弁か。いいんだよ、殺虫剤はあっても。殺虫剤なんてものは存在しないからな。それに今回の件は殺しではなくムカデの自爆だ。まあムカデだし犯罪者だしどうでもいいわ。かわいそうだな、なんか。まあ仕方ないね。どうせならミミズもセットで死ねばよかったのに。何にも悪いことしてないのに。なんかなんだこいつら、ムカデが死んだってのにかわいそうの一言もなしか。逆だよ、かわいそうどころか羨ましいわ。最後の晩餐に気まぐれパスタが食べられるなんて幸せ者だよ。まあもう一生食べられんもんね、気まぐれパスタ。私も最後の晩餐は気まぐれパスタにしてほしかったけど、シェフが死んだままじゃもう叶わん願いだよ。だったら今殺してその願い叶えてやろうか。そうなるよね。おや、そこのヘビ探偵が持ってる紙切れ、土の子の手配書。あ、これ土の子なんや。まあ、確かに若干なんか、なんていうん、首あたりというかなんか太いなとは思ったけど。狭い土の中を好むためめったに見かけないレア種のヘビ、不死身級の耐性を持ち生き捕りにすると賞金100万ゴールド。これはすごい情報だよ。逆転の兆候だよ。何の逆転？これがあれ、そのなんか最初から言いよった凶悪犯。とにかく真犯人のムカデは死んだことだし、これにてお開きにしようではないか。いやこの辺よくわからんのやけどさ、真犯人というのはなんか次々いろんな事件が起こってさ、いろんな事件の犯人がおったわけやん。なんか総合しての犯人とかじゃないよね。まだ終わっちゃいない。ロビー皆さんを集めてください。このままロビーに移動します。推理パート鉄格子編後半戦。鉄格子編って何なんだ。またここで推理劇場かね。ヘビ風情が毎度毎度仕切りおって。そもそもロビーに集まる意味あんのか。まあ、要はこの鉄格子が関係あるってこと。食奴隷続きりゃいいじゃねえか。形から入りたがるタイプのヘビもいるから仕方ないよ。第一、議論の余地がないだろう。事件は解決したのだよ。意義あり。早々に意義かね。犯人がムカデなのはもう確定しているのだよ。まだ解けてない謎は何だというのだね。凶器、動機、犯行現場。まあ、凶器は毒やろ。犯行現場は、まあ、あの人工温泉のあれ。動機は
そうよ、昨日のハンターの件もそうだったけど、ヘビを殺した理由が不明のままじゃないの。犯人が特定された以上、今更動機なんてどうでもいいだろう。意義あり。だったらお前には動機の手がかりでもあるというのかね。あのムカデのことだから、お金に関する動機だろうけどね。ムカデの動機になりそうな金関連の証拠品は、金関連。開かずの扉？殺すことで判別、殺すことで判別する最先端テクニック、人間相手には使用禁止。殺害されたのはシェフ。シェフが命を粗末にした矛盾。命を粗末にしない主義のシェフが自分の命を粗末にしている矛盾。理由が謎のまま。土の子の手配所。土の中を好むため滅多に遭遇しない黄土色の蛇。毒耐性不死身説もある。生き取りにすると賞金100万ゴールド。土の子、もしかしてシェフって土の子だったとかそういうことはないか。わからん。わからん。命を粗末にしないハンターが殺害されるポーションヘビ。土の子の手配書かな。土の子の手配書？そんな資料どこで見つけたんだい？9号室？違う、6号室だ。そうだね、ムカデの部屋にあった資料ならそれがムカデの動機だった可能性が高いよ。資料によると黄土色をしたヘビ、普段は狭い土の中を好むが普通のヘビに紛れて温泉に入りに来ることもあるそうだよ。毒耐性はもちろん不死身説もあるほどタフ。生き捕りにすると懸賞金100万ゴールド。懸賞金100万ゴールド？これがムカデの動機なのは間違いなさそうね。パールビジネスの件もだけど、あのムカデは金儲けしか考えてないからね。だが被害者はツチノコではなくただのヘビ。賞金100万ゴールドはおろか100円の価値にもならんではないか。なんで急に円になったんやろ、単位が。ムカデがツチノコではなく普通のヘビを殺した理由は、ツチノコと間違えて殺した、色的にってことやね。でもさ、あのシェフってさ、死ぬ前こんな色じゃなかったことない？こんな色やった？そうだよ、シェフは土の子と間違えて殺されたんだよ。見間違えるわけないだろう。土の子は黄土色という話だ。色を見れば一目瞭然ではないか。普通のヘビと土の子を見間違えた理由は、ヘビが変色して、やっぱ色変わっとるよね。私の勘違いなんかなってずっと思いよったけど、変わっとるよね。ヘビが変色していたらどう？そうだったよ、死んだシェフは黄土色っぽく変色していたような気がするよ。ただの見間違いだ。原因もなくヘビの色が変わるはずもなかろう。死んだ後に変わったんかな。温泉に入って変わった。ヘビが変色した原因、殺害現場に色が変わった原因があるはず。殺害現場に色が変わった原因？なんだ色が変わった原因って。大浴場で殺害、自分の命を無駄に。ハンターが殺害、命を粗末にしない主義、旅館の機密事項、ムカデとハンターの持ち、人工温泉。人工温泉、合成着色料。そんな体に色がつくほどの、嫌やな、そんなとこ入りたくないけど、これかな。人工温泉が原因？いつまで人工温泉の傷をえぐるんだい、まったく。いや、まあしょうがないよ。だけど人工温泉は怪しいよ。色の変わった原因があるはずだよ。人工温泉と一言で言っても成分はいろいろあるわ。香料、合成着色料、ポーション、解毒剤とブレンドされてるどれかに原因がありそうね。ヘビの色が変わった原因、4種の成分のうちもちろん合成着色料ね。そうだよ、この中だと合成着色料が怪しいよ。人工温泉に混ざっている合成着色料でヘビの色が一日に土の子色っぽく染まったんだよ。その変色したヘビを土の子と見間違えて殺したわけね。矛盾点はまだ残ってるぞ。賞金がもらえるのはあくまで生き捕りのみと書いてある。やけん土の子と間違えたわけやけん、その何、まあ、死なないというか、その説を信じたっていうことやろ。
賞金がもらえるのはあくまで生き捕りのみと書いてある。殺してどうする。確かに殺したら意味がないよ。ムカデは被害者のヘビを殺すつもりだったのか。殺すつもりはなかった。だって不死説があるもんね。殺すつもりはなかった。現にヘビが殺されてるではないか。毒を持ったということはヘビに対する殺意はあったはずだよ。でも毒に対する耐性もあるっていう説があったけど、そういう場合はどうなるんやろ。殺すつもりだったかと。まずツチノコでもなければ生き捕りでもない。ヘビを殺す意味なんてあるのかね。え、どういうこと。ツチノコでもなければ生き捕りでもない。ムカデがヘビを殺した理由はこの方法からでは。どういうこと。この方法からではってどういうこと。あー、もうない。え、もうないのか。あの父のこの手配書。なんだ。え、どれですか。殺害されたのはシェフ。命を粗末にした矛盾。え、ハンター殺害、命を粗末にしない主義、旅館の機密事項、ムカデがヘビを殺した理由、ムカデとハンターの持ち物検査、人工温泉、鉄格子。え、全くわからないんだが何。ムカデがヘビを殺した理由、もう一回人工温泉。あー違う間違っていたので3ダメージ。簡単には死なない土の子の特性を逆手に取ったテクニックがあったような。え、簡単には死なない土の子の特性を逆手に取った。どういうこと。え、なになに、どういうこと。殺すことで判別ってこと。そういうこと。そういうことか。殺すことで判別。そういえばツチノコはタフな生き物と記述されてるよ。毒耐性どころか不死身説まであるとか。そうか、耐えればツチノコ、死んだらただのヘビ。殺してみることが一番簡単なツチノコ判別方法なんだよ。殺すことで判別するならと。ヘビの命が軽いとはいえ、ムカデの鬼畜ぶりにはヘドが出るわ。いや、自分たちも言ってたじゃないか。その鬼畜なムカデを殺すことで判別した鬼畜刑事がよく言う。とにかくムカデの動機がツチノコ目当てだったことは理解した。だが犯人がムカデだったことはもともと確定してたことだろう。動機が分かったことで今さら何の役に立つのだね。ムカデの動機が解明されたことで新たに解明したことがあるはず。今回の事件の真犯人、ハンターの動機。待って、ハンターの動機。ここが前の謎やったよね。ハンターの動機。確かハンターが温泉でヘビを殺害した事件だったね。現場が温泉、ヘビが殺害、完全に一致だよ。ハンターがヘビを殺害した目的もやはり土の子の手配書。そうだよ、土の子だよ。昨日の事件で死んだヘビも少し色が近かったような気がしてたんだよ。マジか、私ここは何にも思わんかった。ここも色違っとったんや。昨日のハンターも人工温泉に着色されたヘビを土の子と間違えて殺した線が有力ね。それとこれとは別の話だ。あれかビジネスの話みたいなのによったよね。あの時多分ムカデとハンターが話しよったよね。ハンターがツチノコの件を知ってた証拠でもあるのかね。先日アリバイを共有していたハンターとムカデがビジネスの話をしてたよ。商人がどうとか言ってたあれね。そうか、ビジネスの話ってバールビジネスの話じゃなくてツチノコビジネスの話だったんだよ。つまりハンターのヘビ殺害の動機もツチノコで決まりだよ。ハンターには放火の余罪もあるのだよ。ツチノコの件とは何のつながりもないではないか。そういえばロープに火をつけて放火したとか、ロープをツチノコと間違えたとか結局自分で消火もして意味がわからなかったやつね。停電しとったしね。え、
あの時は違うか、停電した時はハンターが死んだ時か。ハンターがロープに火をつけてすぐに火を消した本当の動機、今なら立証できるはず。燃えやすそうだったから脱出道具を断つため、次元型導火線方式で引火、命の恩人になるため、土の子情報の色形状に近いからこれやな。そうだよ、ロープは土の子情報の色や形状と一致してるよ。暗い明け方に土の子を見つけるなら燃やして判別するのが手っ取り早いと判断したんだよ。荒いな。暗くてもロープと土の子との判別はつくだろう。ロープの中に土の子が隠れてる可能性もあるし、どのみちロープは土の子探しのノイズになるから燃やして損はないよ。ロープの中に隠れてる可能性、旅館の呪いと凶悪犯騒動に便乗すれば火災が起きても怪しまれないし、すぐに消火活動すれば自分の手柄にもなる。割と合理的な手段だよ。2つの事件がつながってきたよ。確かに事件はつながった。まあ犯人は別々やったけど、どっちの容疑者も死んじゃってるけど、それだけじゃないよ。過去にも何度か音声の順番待ちで蛇が殺される事件があったけど、それも全部そうってこと？それも人工温泉で変色した蛇を土の子と間違えて蛇が殺されたってところだろうな。呪われた旅館の真相、少しずつ見えてきたよ。え、それもあの二人？それともその度になんか勘違いした人とか、勘違いした蛇、勘違いしたムカデみたいなのがおってそれぞれ別の犯人とか。くっ、蛇殺しの動機は土の子、それだけではまだまだ半分ってところですね。え、まだ半分？動機はどう考えても土の子でしょ。何が足りないっていうのよ。この旅館の事件にはそんな建前上の動機だけでは解明できない裏の動機もあるんですよ。裏の動機？殺す動機と何が違うのよ。裏の動機、文字通り裏口を封鎖した動機のことですよ。そういえばハンターは木の扉だけ設置したと言ってたけど、その動機は分からずじまいだったんだよね。ハンターが木の扉を設置する前からすでに2枚の扉が設置されてたという証言、なぜ一番しょぼい木の扉を後付けで設置する必要があったのかだ。他の2枚の扉に便乗したくなかな、便乗したくなった、他の2枚の扉が役に立たないと考えたから。分からん、思い出す。鉄格子をよく見るとこれぐらいの隙間、蛇ならくぐり抜けられそうだな。それを言うならポイズンスネークも毒耐性がある以上鉄格子をくぐれるはずだ。結局問題なのは金の扉だ。この扉もバールか何かで壊せばいいんじゃねえのか。でも金の扉はバールでは壊せんのよね。あ、でもそっか、その木の扉を設置したハンターは金の扉が、この木の扉を設置した時点では金の扉はバールで壊せるって考えとったってことか。事実がどうとかじゃなくて、やけん他の2枚の扉が役に立たないと考えたから。とはいえ木の扉なんか一番壊せそうって思うけどな。そこまで考えが至らんかったか。2つの扉が役に立たない、バカ言うな。鉄格子と金の扉の鉄壁セキュリティが役に立たないはずないだろう。少なくとも鉄格子は役に立たないよ。蛇特化の毒も毒耐性以前に不死身説まである土の子には簡単にすり抜けられるからね。それなら金の扉はどうなる。あれこそ激レアな赤瀬の扉だと。激レアだからこそハンター自身が金の扉の効力を知らなかった可能性が高いよね。バールで壊せるって思っとったもんね。ハンターの証言から知らないような素振りもあったし、そうなると明け方時点のハンターには施錠されてる扉かどうかも判別つかないはず。役立たずの扉と完全未知の扉、そうなれば追加で木の扉も設置する動機も発生するよ。ハンターの矛盾だらけな行動がどんどん解明されていくよ。矛盾は他にも残ってるだろう。何？扉を設置した動機が監禁するため、蛇を殺した動機が目障りだからとかいう大きな矛盾がな。蛇を殺した動機が目障りだから、扉を設置した動機が監禁するため、やけんそこはねえ、私たちに対する出まかせじゃないの？だから本当の理由は土の子やと思ったとかそういうことやろ。ハンターが監禁した動機は土の子を逃がさないためやろ。目障りだったのは土の子が目障り？目障りとは土の子は目障りっていうか、
え？お金じゃないの？蛇が目障り。え？土の子が目障り。違うよね。蛇なのそこは。土の子大嫌いな人かよ。そうだよ。ハンターにとって土の子は監禁したいけど、その土の子探しにおいてノイズになる普通の蛇は目障り。あとはムカデの剣と同じく殺すことで判別する作戦で土の子を探していったんだよ。ハンターの矛盾だらけの行動は土の子が目的だと考えれば全てつじつまが合うよ。くっ、ハンターとムカデは共通する点だらけだよ。そして極めつけの共通点はどちらも殺されている。そうだよ、土の子を知るこの2社が口封じに殺されているんだよ。え、つながってんの？そろそろ黒幕を絞り込めるかもしれない。黒幕がおるんや、両方の事件の犯人が特定できました？私的にはできてないんやけど、誰？すでに確定している犯人はムカデ殺害の犯人、ハンター殺害の犯人、ムカデ殺害の犯人、刑事？ムカデを殺したのは、でも、旅館の誰か？向かって、わからん、どういうことだ？警察の誰かってことでいいのか？だから殺したというより、ムカデの自滅だったろう。ムカデの自滅にしても、警察にムカデを消したい動機があった点が重要なことよ。そしてムカデを殺した動機が、ツチネコの存在を知ったことだとしたら、ハンターを始末したのも警察ってことね。ぐぬぬぬ。だってこの刑事さ、だってなんか、なんていうん？事件が解決しそうになるたんびにすごい異議唱えてくるもん。逆転の発想をすれば、みたいな。そういうのって解決せんときにやることやん。では、殺しの動機が土の子の秘密保護だとして、我々警察がハンターたちを始末した理由とは、賞金を独り占めするため、ユーマ研究組織の回し者だから。え？研究がどうのみたいな話しよったっけ。賞金を独り占め。賞金？研究組織？わからん。ちょっとこっち選んでみよう。バカバカしい。違うんか。賞金？最先端科学技術しか信じない我々が、土の子などとおとぎ話を信じると思うかな。ん？そうは思えないし、この土の子手配しても子供騙しな内容ね。あ、これ自体が嘘ってこと？こんなの信じるのはアホなハンターか、少し賢くてもお金のことには盲信するムカデぐらいだわ。最初から殺す目的で、これをあの二人の、何？これを二人、この情報を二人に渡したってこと？それから、ヘビ探偵君の提唱している犯人は土の子目当て説だが、矛盾も生まれているのだよ。何？矛盾ってどこがよ。凶悪犯の目的が土の子なら、鉄格子を設置した目的はどう説明する？鉄格子は土の子に対して何の効果もないからな。まあでもそこはそれ以外のみんなじゃないの？土の子とは別に鉄格子を設置する動機がありそうなのは、ハンター、ムカデ、ヘビ、逆転の発想。土の子とは別に鉄格子を設置する動機がありそうなのは？え？ムカデ？だって鉄格子には蛇とかの毒があるんだね。その通り、犯人はムカデよ。ムカデ？そういえばビジネスをしてたような。バールビジネス、土の子ビジネス、なるべく丸い石を拾って親分に見せに行くビジネス、どんなんやね。あ、そっか、バールビジネス。鉄格子を設置することによって自分が持ってるバールを売りつける。ムカデが鉄格子を設置した理由は簡単よ。そっか、蛇とかの毒で殺すとかいうことじゃなく、お金ね。そっかそっか、お金か。最後のバールビジネスのためだよ。最後のバール？そういえば昨日まではしつこく営業してたわね。非常口に鉄格子を設置することで、バール需要が高まればムカデの利益につながるでしょ。需要が高く供給は皆無。これでムカデの独占販売市場になる。でもなんか地下にめちゃくちゃいっぱいバールあったよね。他に最後のバールなんて誰も持ってないからね。意義ありでいいんじゃないの。セーブしつつ意義。セーブしつつができるようになった。
在レベル2やけん、サンタリンレベルがセーブします。推理パート本番でのセーブは隙が大きいから危険だよ。何？隙を狙って攻撃されるんすか？セーブ終わり際のダメージに要注意だよ。そういうことね。とりあえずセーブ画面開くわね。セーブ上がりに3ダメージ受けました。他に最後のバールなんて誰も持ってないからね。ここで意義あり。意義だよ。ヘビ探偵が何か感づいたみたいだよ。ムカデ以外に最後のバールを持っているのは旅館側。めちゃくちゃいっぱいあったよ、最後のバール。だってしかも鉄格子も他の場所に、なんか鉄格子もいっぱいあるもんね。あの一個だけじゃ絶対無理やもん。え？旅館サイドが最後のバールを所持しているって？適当なこと言って、旅館のどこに最後のバールがあるっていうの？地下。そうだよ。考えてみればさっきの地下。人工温泉の調査記録。鉄格子の向こうに最後のバールがいくつか見えるよ。ほら、見えてるだけでも4つあるもん。最後のバールを備蓄してたなら、監禁された段階で言うべきだよ。自分らはいつでも逃げれるけんってことやな。あ、でもお金はどうなんやろ、最後の。金の扉。なんで黙っていたのさ。地下のことなんて詳しくチェックしてないわよ。地下は広いんだから、異物が紛れ込んでも見落とすことだってあるわ。え？絶対見落とさんやろ。入って速攻で思ったよ。バールめっちゃあるなって。ざっと見る限り4個もあるのに見落とすわけないでしょ？これは確信犯だよ。旅館は何か隠してるよ。最後のバールが無駄に複数個ある理由。わからない場合は適当で OK。昔旅館で販売していたコレクション、思い出す。思い出す。それでも5000ゴールドはぼったくりだよ。そのバールの適正価格は2500ゴールド程度のはずだよ。昔旅館で販売していた。そうだな。旅館で昔販売していた商品の在庫ってところだろ。従業員がバールの適正価格に詳しかったのも、もともと販売していた可能性が高い。旅館が最後のバールの存在を隠していた理由は、証拠データ？最後のバールの存在を隠していた理由、なんだ？従業員が給料日前で金欠。金の扉。え？どうせ金の扉があるから、土のこの手配書。シェフが命を粗末にした矛盾、旅館の機密事項。あ、でもやっぱりここに集約されるよね。え、違うの？旅館が隠したかったものといえば、地下にあるあの装置だ。人工温泉装置ってこと？それって要はこれやんやけん。なんなの？人工温泉。そうだよ。人工温泉を隠すために地下への階段は鉄格子に封印されている。つまり地下を隠すには最後のバールを販売中止にするのは必然。あんたたちさっきから勘違いしてないかい？鉄格子といっても地下への鉄格子の問題じゃなくて裏口への鉄格子の問題だったろう。そうだったよ。問題なのは裏口の鉄格子だよ。人工温泉を隠すために地下前に鉄格子を設置する意味はあっても裏口前に鉄格子を設置する意味がないでしょ。裏口前の鉄格子はやけん、ムカデなんやろ？いやり。旅館が裏口に鉄格子を設置した理由、考えられるのは、え？裏口に鉄格子設置したのはムカデじゃないの？ここも旅館なの？ちょっと流れがよくわからなくなってきた。閉じ込めるため、地下を封鎖するため、バールの値段を釣り上げるため、バールを使わせるため。あ、もうここでバールを使わせて、地下に行かせないように。私はあっちの地下で使ったけど。バールを使わせるため？そういえばバール管理は消耗品だったね。もし最後のバールが1個だけあるならどっちの鉄格子を開けるかだね。よかった。なんかそれってこっちを壊しとったらどうなったんやろ。優先されるのはもちろん裏口への鉄格子が優先ってことになるよね。優先してないですけど。確かに、閉じ込められたなら裏口を開けるのが優先だよ。地下の鉄格子なんて開けてる場合じゃないものね。旅館側が地下を隠すため、鉄格子で封印して、最後のバールも販売中止にしたのに、厄介なムカデアがバールを一つ持ち込んだ。その一本のバールを消費させるには、裏口に鉄格子を設置するのが一番効率的なんだよ。ってことは、裏口に鉄格子を設置した犯人は、おかみさん？ふざけるんじゃないよ、探偵気取りのクソヘビが。
いきなり怒り出したぞ。何が裏口の鉄格子が優先だい。現にあんた地下への鉄格子を優先してるじゃないの。ここってなんかストーリー変わってくるの。いや、木の扉がある現変わらんのか。逆転の発想以前に言ってることとやってることが逆転してるんだよ。怒るってことは自分が鉄格子を設置した犯人って認めてるようなものじゃないの。そんなことはどうでもいい。閉じ込められてみんな困ってる時に裏口ではなく地下への鉄格子を優先するヘビ探偵の鬼畜外道っぷりが問題よ。客を閉じ込める旅館の方が鬼畜外道だと思うけどね。そうだよ、旅館サイドにやってることは法的にもアウトだよ。鉄格子で閉じ込めた旅館は罪に問えるとしたら詐欺罪、監禁罪、わいせつ罪、まあ監禁罪だね。そうだよ、閉じ込めてるから監禁罪だよ。監禁なんてしてないよ。もともと金の扉は設置してあったし、それにあんたが自分で立証したろ。監禁が目的じゃなくてあくまでバールを消費させるためだって。つまり人工温泉を隠すだけが目的なのよ。だったらその人工温泉自体が詐欺罪だろ。別に詐欺じゃないよ、もともと天然温泉とも名乗ってないし、名乗ってなかったんや。じゃあいいんじゃない。宣伝文句の回復作用も事実だからね。ふーん、なんとかしてこの旅館は罪に問えないものかな。ふーん、その旅館以上に重大に罪を犯している者がいるのだよ。え、何？誰だよ罪を犯してるやつって。そこの蛇の探偵だよ。え、また蛇探偵に罪を着せるパターンのやつだよ。もはや伝統芸能の域だよお決まりの。犯してる罪って何なのよ。地下への不法侵入罪だよ。そうよ、利用規約にもあったはずよ。地下に侵入したら不法侵入罪で即逮捕って。確かに書いてたんよね。そんなの人工温泉を隠したいだけの旅館ルールじゃないか。なんだか泥仕合になりそうだよ。まあでも不法侵入は旅館が決めなくても不法侵入じゃないのか。そもそもこの旅館自体建築基準法に反してるんじゃないのか。部屋が狭すぎなんだよ。部屋が狭くても命に関わるような問題ではないわ。それに部屋が狭いのは土地が狭いんだから改善しようがないじゃない。いやでも普通はあの従業員の部屋とお客さんの部屋は逆かなって思うけど。土地が狭いなら土地を買って広げりゃいいだろうが。この旅館にそんな金ないったら過去に70万ゴールドの援助を受けたんだろ。払えるはずだ。そんなの過去の話だよ。今の旅館は財政難だってば。財政難の割には地下設備が充実してるじゃねえか。人工温泉とか相当金がかかってそうだしな。地下が広いのは当然よ。もともと温泉を求めて地下一帯をドリル重機で掘り起こしたんだ。それでも温泉が出なかったから仕方なく人工温泉に頼るしかなかったんだよ。ふん、そう考えてみると旅館側も大変なんだな。そうよ、人工温泉を隠蔽していたのは温泉を心から気持ちよく入浴してもらうため。だから地下を鉄格子で封鎖して最後のバールも販売中止した。それを空気を読まない一匹の蛇が地下に侵入したせいで全てが水の泡だ。地下への出入りは不法侵入罪で逮捕と言ったはず。それも出口に使うべき最後のバールを犠牲にした上での不法侵入だからね。そう考えてみると探偵の蛇も結構えぐいことやってるわね。逮捕だ、その蛇探偵を地下への不法侵入罪で逮捕しろ。うわー、みんなが一気に敵に回った。決まりのようだな。この探偵気取りの蛇は地下への不法侵入罪で逮捕だ。絶対絶命状況に追い込まれたようです。この状況から逆転するには発想自体を逆転するしかない。お前が地下に侵入したのは明らか。利用規約通り不法侵入罪で逮捕する。利用規約に書いてない、地下には侵入してない、思い出す逆転の発想。え、何？思い出す。はあ、なるほどね。逆転の発想。人工温泉を見に行ったから地下に侵入したのは事実。ただしあの場所が地下ではなかったことを立証できれば。地下ではなかった？地下には侵入してない。どういうこと？地下には行ってない？鉄格子を破壊して地下の人工温泉を見に行ったのは事実だろ。どう言い逃れする気だね。旅館の敷地外に侵入しただけ。浴槽内に侵入しただけ。1階に侵入しただけ。旅館の敷地外？しかも旅館の敷地だよですよねってことは、え、ちょっと待って、さっきの地下一帯をドリル重機で掘り起こした。
地下一帯ってことやけん、あれを1階とみなすってこと？ 1 階に侵入しただけ。1階に侵入ってここが1階じゃないの？ここは何階？ 2 階。地下が1階でここが2階ってことは、事態の土台から考え直せばわかる。2階が雪崩で流された。旅館全体が1階分沈没している。これ、そうだよ、地下全体を掘り起こしたことで地盤はスカスカ、温泉が湧き出るどころか旅館全体が1階分沈んでしまったんだよ。ふん。この旅館の闇は根深いと聞いてはいたが、物理的に根深かったわけだな。そういうこと。本当の意味でこの手を覆しちゃったよ。なんかヘビ客急に正面向いた。さっきまであんなんやったっけ。旅館が埋まってるなんて憶測に過ぎないわ。地下に埋まってるのなら宿泊部屋として使えないじゃないの。地下を宿泊部屋にしても客にバレる。だから宿泊部屋の代わりに地下にはあの設備を置いたに違いない。え、どういうこと？宿泊部屋の代わりにあの設備っていうのが人工温泉ってこと？そうだよ、地下なら人目にもつかないし、人工温泉を置くにはもってこいだよ。それじゃあその人工温泉で客を呼んでも宿泊部屋が宿泊部屋数が足りなくなるじゃないの。宿泊部屋数を確保するために旅館が行った手法は、旅館の面積を広くする、部屋の面積を狭くする。部屋数を確保するために一つ一つの部屋を狭くしたってこと？そうだよ、部屋の数を増やすなら部屋ごとの面積を狭くするしかないよ。どうりで部屋がクソ狭かったわけだ。部屋の狭さだけでも問題じゃないよ。旅館が崩れ落ちてるってことは地盤はゆるゆる、ガバガバのガバ勢だよ。どういうこと？地盤がゆるゆる？これは法律的に耐震偽装ということになる。そうだよ、こんなの耐震偽装だよ。命に関わる問題は建築基準法の中でもヤバいって自分で言ったもんね。そんなこと言ったっけ。グググ。不法侵入罪の問題を建築基準法の問題にすり替える逆転劇、さすがだね。もう不法侵入罪の話はしないでください、すり替えてんだから。逮捕されるのは旅館のババアだったようだな。みんなめちゃくちゃなんか左右されるね、意見。違う、私じゃない。ドリルで地下を掘ったのは旅館の人間ではないのよ。ピンチになると責任逃れか。どうせ発注しただけで地下を掘ったのは業者の仕業だとか言いたいんでしょ。そりゃ業者の仕業ってか仕事。違うのよ、私たちは依頼さえしてないんだよ。どういうこと？地下を掘るのも人工温泉を設置したのも部屋を狭く改装したのも全て勝手にされたことなのよ。え、あの X とかいうやつってこと？依頼もしてないだ。だったらどっかのボランティアが勝手に地下を掘って人工温泉まで設置してくれたとでも言うか。そうよ、なわけあるかい。ありえない話でもない。君も忖度という言葉を聞いたことはあるだろう。ざっくり言えば思いやりのような表現で使われている言葉だが、そうよ、忖度なのよ。地下を掘り起こしてくれたのも人工温泉もその他設備も部屋を狭くリフォームされたのも全て忖度されたことなのよ。大物政治家への忖度ならまだしも、こんなボロ旅館に忖度か。どこの救世主だ。要は救世主 X ってことやろ。そのなんかよくわからん謎の人物、これが黒幕ってこと？本当に救世主なのよ。過去に命の救世主 X となる人物から連絡を受けて温泉発掘を無償で受けようと。救世主 X？ どこかで聞いたような。救世主 X に関連するデータがどこかにあったはず。それが救世主 X に関連するデータ、これか。どんなバールでも破壊できない開かずの扉、救世主 X の口座に7770ゴールド振り込みが解除される仕様。そうだよ、7770ゴールド振り込ませようとしてる凶悪犯のメインが救世主 X だったよ。そういえば過去に旅館が救世主 X から70万ゴールドほど援助を受けたと言ってたね。そっか、そういえば救世主として援助を受けたっていう方ばっかり考えとったけど、あの金の扉で金を取ろうとしてるのも救世主 X か。なるほど。
その70万ゴールド相当の援助ってのが地下発掘、人工温泉等の設備やリフォームのことだよ。その救世主 X ってのはどんなやつなんだよ。直接会ったことはないわ。手紙と SNS でしかやり取りしてないし。都合のいい話だな。救世主 X なんて作り話じゃないのか。無償で温泉や旅館の工事を請け負う人物など存在するわけがない。やけん行為じゃなくて何かよからぬ計画を立てるためのってことやん。本当なんだよ。救世主 X は実在するんだよ。でもってこの旅館の中におるってことよね。救世主 X が存在したって証拠でもあればな。救世主 X のドリル重機ならちゃんとあるわよ。そのヘビ探偵の地下人工温泉の記録にも映り込んでるでしょ。あれ？ちっちゃいな。ドリル重機の数が足りない。ドリル重機があること自体おかしい。え？どういうこと？ドリル重機があること自体おかしい？そうだよ。救世主 X のドリル重機が旅館に残ってること自体がおかしいよ。これじゃ救世主 X は旅館の誰かって言ってるようなものだよ。つまりは救世主 X なんて旅館側の作り話ってわけだな。そのドリル重機も忖度なのよ。そのままくれたってこと？忖度でドリル重機ごとプレゼントされたのよ。忖度って覚えたての言葉で乗り切ろうとしすぎだよ。もう論破破綻の域だよ。論理破綻。本当なのよ。全部救世主 X がやったことなんだって。でも旅館側にそれがおるってことよね。命の救世主 X による不可解な行動の数々、そこのヘビ探偵くんならもう分かっているのではないかい。救世主 X が地下を掘り起こした理由、70万ゴールド以上の見返りがあるものといえばあれしかないだろう。70万ゴールド以上の見返りっていうのは、70万ゴールド以上の見返り、え、やっぱこの土の子。待って怖い。何？致命的なミスリードが発動しました。待ってくれよ。